はいどうも皆さんこんにちは、アキトです。過去問解説で2019年一橋大の第5問見ていきたいと思います。問題はこちら。縦3列横3列の9マスから異なる3マスを選び1枚ずつコインを置く。各列に対しその列のコインが1枚以下の時0点、2枚の時1点、3枚の時3点として点数を定め、点数の合計を S とする。次の確率を求めよ。括弧 1S イコール3、括弧 2S イコール1、括弧 3S イコール2。こういった問題となっております。今回は確率の問題なんですが、まず縦3列横3列の9マスっていうのを用意してあげましょうねと。でこの9マスの中から異なる3マスを選び1枚ずつコインを置くよと。例えばこことこことここみたいに3つを選んでコインを置いてあげるよと。でこの時に各列に対し点数を定めていくんですが、この列、例えばこの列だと1枚しかコインがないんですが、1枚以下の時は0点ですよ。ここは0点。この列は2枚あるんですが、2枚の時は1点。こんな感じで各列に対し点数を定めていくんですが、1枚以下は0点、2枚の時は1点、3枚の時は3点ですので、ここは0枚なので0点、2枚のところは1点、0枚のところは0点、1枚のところは0点というふうな感じで点数を定めていくんですが、この合計を S というふうにしましょうねと。だからこの状況だと S っていうのは1、1で足して2ですよと。この例っていうのは S イコール2ということなんですが、求めたいのは S イコール3とか1とか2とかなる確率っていうのをそれぞれ求めてくださいねと。こういった問題となっているわけです。今回はルールが若干複雑ですので、一見すると難しそうに感じるかもしれませんが、ただやっていることとしては9マスから3マス選んでいるだけですので、全部で 9C3 通りと。9マスから3マス選んでいるだけですので、 3×2×1 分の 9×8×7、 約分されて3、約分されて4、すなわち 3×4×7、 12×7 ですので全部で84通りしかないわけです。なので最悪全部で84通りなので、84通り全部列挙して、その中で3点となるような場合の数を数えてあげて頑張って計算していくとか、まあそういうふうにやればこの確率な計算することができます。今回は84通りしかないので、求められている力としては何かひらめきだったりとか、あとはこのルールっていうのをうまく言い換えていって計算しやすいように解釈していくとか、そういった力ではなく、この84通りっていうのを落ち着いて数えてあげて、かぶりとかあとは漏れとかないように落ち着いて調べていきましょうねと。今回必要な力っていうのはそういうふうに丁寧に処理していく力になります。なので落ち着いて全ての状況っていうのを考えていくんですが、まず括弧一番、じゃあ S イコール3となるよっていう状況っていうのを丁寧に見ていくと、じゃあ S イコール3となるよということなんですが、各列に対し0点か1点か3点で2点っていう状況はないので、この3点入る内訳として1箇所から3点で残りは0点っていう状況か、可能性としてじゃあ1点1点1点であとは全部0点かというふうな感じで、この2通りの可能性っていうのがあります。で今回下の方、じゃあ111というふうになる状況っていうのを考えてみたいんですが、例えばじゃあこことこことここが1であと全部0というふうに考えてみたときに、こんな感じで同じ縦のところで11みたいに並んでいると、ただこことここ2枚と、1点のところでは2枚なので、例えばこことここみたいな感じで4枚以上のコインっていうのは必要になりますが、ただ今回3枚しかコインは置いていないので、こういう状況っていうのはありません。もちろん111っていうのはなおさらないんですが、ただ1たす1たす1というふうになろうと思うと、111か111か、もしくは11の1か111かというふうな状況があるんですが、どれも同じ縦とか横のところで11みたいになってしまうので、今回の状況としてはそういうのはありえません。だから S イコール3となるのは1たす1たす1っていう状況はないので、1箇所が3で残りは全部0ですよと、こういった状況しかないわけです。なので例えばこの図だとここ3みたいな感じで書いてみたいと思うんですが、こんな感じで1箇所だけ3ですよと。じゃあどこが3というふうになるのかの決め方っていうのを考えてあげると、今回は 3×4×7 通りのうち、この3点が入る列の決め方は全部で6箇所可能性があるので6通りになります。じゃあこれで3点の列が決まったんですが、じゃあ3点のところっていうのは3枚あるよと。で3枚置いてあげると、今全部で3箇所選ぶので残りはもう選ばないよと。こうすると0枚0枚1枚1枚1枚なので残りは全部0点というふうになり、合計は3点というふうになって、じゃあ今回求める確率はこれなんですが、21、約分していくと 2×7 分の1、すなわち14分の1ということで、これで確率を出すことができました。
まあ、こんな感じで落ち着いて数えていけば、括弧1は S イコール3っていうのを出すことができ、残りの状況っていうのも同じように求めていけば OK です。じゃあ今度括弧2番。S イコール1となるよと。まあ、今回 S イコール1ですので、内訳としては1箇所だけ1点で残りが0点と。1箇所だけ、例えばここが1点で残りは0点。例えばこんなような状況なんですが、じゃあ全部で 3×4×7 通りのうち、まずこの1点のところの決め方っていうのは全部で6通りありますよと。1、2、3、4、5、6、6箇所どっか1となるような部分の決め方っていうのが6通りあり、じゃあこの1点となるところっていうのは2枚あるので、この列に2枚置くわけなんですが、その置き方として例えばこんな感じで置くとか他にもあるんですが、3箇所の中から2箇所選んで置くので 3、4、2 通りと。で、ここには2枚入るので、ここには入らないよと。さらに残りは全部0点なので、こことここ、このどっちかに入ってしまうと、その列が1点となって2点以上になってしまうので、こことかこことかっていうのは入らないよと。なので残りの1枚、今2枚置いたんですが、残りの1枚っていうのはこの2択で、じゃあその2通りあるよということで、これで3、4、12、6、2、12で約分され、7分の3、4、2っていうのは3ですので、答えとしては7分の3。こういうふうな感じで S イコール1の場合の確率っていうのを出すことができました。じゃあ今度ラスト括弧3番、S イコール2の場合っていうのを見ていきたいと思います。まあ、この場合っていうのも同様に調べていくんですが、今度 S イコール2ということなんですけど、0点か1点か3点しか入らないので、1点1点で残り0点というふうに入るわけです。なので、1箇所1、もう1箇所別のところで1というふうになっているんですが、例えば、1、1みたいな感じになると、さっきの S イコール3の場合と同じようにして、ここに2枚、ここに2枚ということで4枚以上必要になります。同じように横の方で1、1というふうになっても同じなんですが、そういう状況っていうのはないので、この1、1としても、この縦のどっかで1箇所1と、横のどっかで1箇所1。で、あと残り全部0ですよというふうな感じで、まあそういうふうに決めていくわけです。なので、じゃあこの縦の方の1の場所と横の方の1っていうのが1箇所ずつですので 3×4×7 分の、じゃあ縦の1の場所の決め方が3通り、横の方の1の場所の決め方っていうのが3通りで、この1のところに2枚、1のところに2枚というふうになっているんですが、今回例えばここに2枚というふうにしてしまうと、ここの2枚というふうになって全部で4枚以上必要になってしまっておかしなことになるので、こことここに2枚みたいなことはありえないよと。つまりここは共通していて1枚で、あと残りどっちかに1枚あるよ。それから2通りと。例えばここ。このどっちかに1枚あって2通りと。例えばここみたいな感じにすると、これでも3枚置いたので残りは全部入らないわけなんですが、こうすると1枚ので0点、2枚ので1点、0枚ので0点、1枚、0枚ので0点、0点で、2枚ので1点ということで、確かに S イコール2というふうになり、これが今回の求める確率になります。4で約分されて、3で約分されて、答えとしては7分の3ですよということで、こういうふうに S イコール2となる確率というのも出すことができました。はい、ということで括弧1、括弧2、括弧3、 S イコール3、1、2となる確率というのをそれぞれ出すことができたわけなんですが、ただ今回全部で84通りしかなくて、まあ、それを漏れなく、かぶりなく数えていくよということなんですが、一応検算として今回別に求められているわけではないんですが、じゃあ S イコール0の場合の確率っていうのも一応検算として出しておきたいと思います。じゃあ S イコール0となる場合っていうのは全部0点ですよと。今 S イコール1、2、3調べたんですが、じゃあ全部0となるような確率っていうのも一応検算として調べておくと、例えば全部で3枚あるので、どっかの列には1枚以上コインがあるんですが、ただ2枚以上入ると1点以上点数が入ってしまうので、各縦で1個ずつ、各横で1個ずつ入るよみたいな状況になっているのが S イコール0の時というふうになっております。なので、この縦で切った時とか横で切った時とか、それぞれ1枚ずつ入るよということなんですが、じゃあ例えば最初の一番上の横で切った時に、じゃあまず何も入ってない状態だと、全部でここかここかここかの3通りあるわけです。例えばここですよというふうに決めると、0点となっているので××で、ここも××ですよというふうな感じで、まあ、ここには絶対1個入っているんですが、例えばその決め方として3通りですよと。じゃあ今度このどっちかに入っているんですが、その決め方としては2通りと。例えばここというふうにすると、あとは0点なのでここは×、0点なのでここは×と。じゃあ残りの1箇所っていうのは自然に1通りで決まって、じゃあ S イコール0となるのは、ここ約分されて2で約分されて14分の1ということで、
一応 S イコール0となる場合の確率点を出すことができ、今回はマックスの点数としては3点ですので、じゃあこれ全部足したら確率は1になるはずなんですが、一応計算してみると14分の1、14分の1で14分の2なので7分の1、7分の1と3と3なので7分の7で確かに1というふうになって、これで全部の場合っていうのを調べ尽くしているということが分かり、なおかつこの状況って当然被らないので、被りなく漏れなく数えているよということを確認することができたので、一応検算として S イコール0の場合の確率っていうのを求めておきました。はい、ということで今回は2019年一橋大の第5問を見ていきましたが、若干複雑なルールではあるんですが、全部で84通りしかありません。なので最悪しらみつぶしで頑張って調べていくこともできますし、落ち着いて数えていけばそんなに考えるところもなくできるんじゃないのかなというふうに思います。さらに84通りしかないので、検算として残りの状況 S イコール0の場合っていうのも簡単に調べることができ、和が1となっているということを確認することができれば、それで計算ミスしていないっていうことの確認っていうのも割と容易にできますので、この問題はちょっと見かけや手をつけづらそうな見た目をしているかもしれませんが、少し考えてみれば結局はもう全部同じ要領でカッコ1からカッコ3まで解けてしまうので、落とすと結構ダメージが大きい、そんな問題だったんじゃないのかなというふうに思います。はい、ということで今回は2019年一橋大の第5問を見ていきました。また見てください。バイバイ。